ルイです、背番号は16番、ポジションは、ミッドフィルダーです。今視聴者がチームの指導式を終えられましたけども、今の率直な心境いかがでしょうか。初めての移籍ということでもあって、少し緊張してます。本当に結果にこだわっていかないといけない世界に入ったんだなと思ったので、それについていけるように、自分も日々成長できるように頑張っていきたいと思います。FC 大阪が移籍する前に、はい、どんなイメージを持たれましたか。もう本当勝利にすごい貪欲というか、そういうイメージで、戦って本当嫌だなと思う相手だったので、そういうチームに、入れてよかったなと思います。同じ選手ベルスパーでしたね。はい、FC 大阪には相性良かったと思うんですけども、はい、そのあたりいかがですか。個人的にはあまり自分のプレーをやらせてもらえてなかったので、すごい苦手意識っていうのはあるんですけど、チームとしてはすごい良かったんではないかなと思います。わかりました。今年から FC 大阪 J3 リーグで戦います。どのような戦い方をご自身としたいなと思いますか。まずは自分を知ってもらうところから。あとは、その自分の長所を、J の舞台でも発揮できるように日々の練習からやっていきたいと思います。改めて、利根選手のご自身のプレースタイル、アピールポイントを教えてください。背後の抜け出しと、自分は1対1、ドリブル突破が武器だと思っているので、そこを見てほしいです。最後にこのホームタウン東大阪のファン、サポーターに向けて、メッセージをいただけますか。J 初の舞台で、チームも個人も、飛躍できる1年にしたいと思いますので、応援ほどよろしくお願いします。名前はウンダウターラで、背番号は23番、ポジションはフォワードです。ウンダウターラ選手、ファンとか、はい、サポーターは、はい、なんて呼ぶのがご自身としては。マリノスの時はターラかタラちゃんと呼ばれてました。じゃあもう新しくFC 大阪でもタラちゃんと呼んでも大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい。はい。では今始動式を終えて、はい、率直にどのような感想でしょうか。とてもワクワクしてますし、チームもそのチャレンジっていうスローガンを掲げているので、自分もこの1年を通してチャレンジして、チームの目標と自分の目標を達成できるように頑張りたいと思いました。移籍する前の FC 大阪のイメージっていうのはどのように感じましたか。自分のイメージはとても勢いがあるチームで、勢いに乗ったら止めれない、結構厄介なチームっていうのがイメージでした。そのチームに入って、はい、ご自身としてはどういったところをアピールできるか、プレースタイルと教えてもらえますか。自分のプレースタイルは、裏の抜け出しや、起点を作って、チームの攻撃の起点となるプレーが持ち味なので、自分のプレースタイルはとても合っているなと思います。田原選手、各カテゴリーでプレーをされた経験がありますけれども、今回J3 リーグで戦うことについてはどのように感じていますか。J3 で戦ったことはなかったので、とても楽しみですし、あとはやっぱり JFL と J3 はあんまり変わらないっていうのも知ってますんで。JFL で活躍してたように J3 でもいっぱい点取って活躍したいと思います。ここ東大阪が本館になります、この応援してくれるファン、サポーターにメッセージいただけますか。自分のゴールで皆さんに笑顔と勇気を与えられるように頑張りますんで、試合たくさん見に来てくれるとありがたいです。よろしくお願いします。酒井拓海です、ポジション背番号でしたっけ、24番センターバックやってます。お願いします。始動式を終えてみて、はい、率直にどのような感想でしょうか。初めての地なんで地ということで、大阪に少しだけ 2,3 日ですけど、慣れ始めてのあれだったんで、いい雰囲気のチームだなと思います。FC 大阪移籍する前のイメージなどの力強いサッカーをしてるなっていうイメージだったので、はい、それです。その中に入ってご自身としてはどういったプレーをしたいか、アピールポイントを教えてください。そうですね、まあ、自分の、ストロングが、キックのところなんで、左足のキックを見てもらったら本当にいいです。はい、J3 リーグで戦うことについてどのように感じてますか。個人としても J リーグが初めてなので本当にワクワクしてます。まあ、この東大阪が本端になります、この東大阪で応援してくれるファン、サポーターに向けてメッセージください。まだまだ分かんないことがあるので、まずは大阪という地を教えてもらえたらなと思います。そしてサッカーの面では、絶対に J2 昇格するので応援よろしくお願いします。以上です。板倉武です。番号26でポジションディフェンダーです。よろしくお願いします。代表の板倉選手とはい、名前はすごく似てるんですけど、全く関係ないんで、はい、紛らわしくてちょっとあれなんですけどはい、まずその指導式を終えて、はい、率直にどのような感想でしょうか。いよいよ始まるなというか、自分自身こう移籍とか本当初めてで、新天地で本当自分が全く関わってこなかった大阪っていう地なので、そういったところでなんか自分がそれこそ会長が言ってたような挑戦をして。大きくなっていければというふうに、そしてチームの勝利に少しも貢献できればなというのは思います。はい。改めてご移籍今 FC 大阪のイメージってどのように持たれてましたか。まあ直接対戦したことはないんですけど、そのイメージになっちゃうんですけど、関西の大学とかそういうところとやったときにやっぱ足元の技術うまいし、なんか乗らせると手つけられないとかそういうイメージだったんで、まあ大阪このチームも。そういう関西の血が流れているというか、そういったところがあって、自分もそういうところに乗っていい気流に乗ってリーグ戦も勝っていければなというふうに思います。この FC 大阪に入って、まあ、どういったところをアピールしていきたいか、ご自身のプレースタイルを教えてもらえますか。はい、まあ、ディフェンダーってところでやっぱ守備っていうところが一つ大事なんですけど、そこもベースアップしつつ自分の特徴であるちょっとビルドアップとか攻撃に参加するってところで、サイドバックも去年はやってたので、そういったところで守備プラスアルファってところを見せられればなというふうに思います。はい、改めて J3 のイメージ、また J3 で戦うことについてどのように感じてますか。はい、本当強度は高いリーグだと思いますし、去年いわきが優勝したようなああいうチームもいますし、八戸もそういったところは負けてないというか、まだまだ足りない部分はあったけど強度は高いと思うので、そういったところに自分は慣れてっていうか経験できているところはあるので、そういったところをチームにも仕込んで、自分自身ももっとベースアップしていければなというふうに思います。はい、この東大阪がホームタウンになります。はい、ここで応援してくれるファン、サポーターにメッセージをお願いします。はじめまして、板倉武です。ぜひここの花園ラグビー場に来てぜひ熱い応援をしていただければ、自分もいいプレーして絶対勝つので、応援よろしくお願いします。古川大吾です。背番号28番のフォワードです。今、FC大阪の指導式を終えてみて、率直にどのような心境でしょうか。そうですね、僕自身去年もいわき FC で J リーグ初年度のチームを迎えて、こうやって FC 大阪もJ リーグ元年ということで、本当に期待とワクワクが止まらないですね。FC 大阪のイメージどのようにありますか。そうですね、僕も過去で何回か対戦したんですけど、やっぱり勢いのあるいいチームだと思いますし、本当に脅威に感じたので、そこは期待してます。そのチームに入って、ご自身がどういったところをアピールしていきたいか、ストロングポイント、プレースタイルを教えてください。そうですね、僕自身、背後の抜け出しだったり、そこからの左足のシュートっていうのは得意な部分はあるので、そこは見てもらいたいです。J3 リーグで戦うことについてはどのように感じますか。そうですね、今年2年目にはなりますけど、本当に個の能力が高い人もいますし、それに負けないようにチームとして一丸となって戦えることができれば、おのずと勝利はつかめると思うので、そこですね。この東大阪が本スタンドになります。東大阪のファン、サポーターにメッセージをお願いします。今年一つでも多くの勝ちを皆様に届けられるように全身全員で戦いますので共に戦いましょう。背番号32番の島田拓海です。ポジションはフォワードです。この指導式を終えてみて今の率直にどのような心境でしょうか。まず地元の方である関西に帰ってこれたということで、その懐かしい場所であったりとかそういう気持ちもありましたし、この大阪の舞台でやれるっていうのはすごいワクワクしています。塩坂のイメージっていうのはどんなの？もうすごい、チーム全体がハードワークをして、すごい戦ってくるチームだなっていう印象があります。その中で、ご自身が入って、どういったところをこうアピールしたいか、ストロングポイント、プレースタイルを教えてください。僕の特徴でもある、フィジカルを使って、小柄なんですけど、相手にでかい相手にもガツガツいく姿であったりとか貪欲にがむしゃらに走る姿っていうのを、チーム全体そして、ファンサポーターその会場全体を巻き込めるようなプレーをしていきたいなと思います。この東大阪のファンサポーターに向けてメッセージをお願いします。僕すごい熱いプレーをして、体を張りまくって元気が出るプレーをしたいと思うのでぜひ応援の方よろしくお願いします。